敗れた対戦相手の選手が試合後ロッカールームで語った言葉があのフレーズだ。もうさ、もう半端ないって、もう半端ないあいつ、半端ないって、意味わからんかった。後ろ向きのボールめっちゃトラップするもん。そんなんできんやん、普通。そんなんできる、言っといてや。できるんやったら、あれ、テントさん喜べよ、喜べよ。カメラの前ばっか行ってな。オイラのとこ行けよ。で、コーナーフラッグ行くね。もうやってやれ。コーナーフラッグ行くなよ、みんな。どうせカメラや新聞や、もう全部新聞や。撮られだし、もまた一面やし、また二発やし。一発にしとけばよかった、一発に。くそ、最初決めろかもだし。俺もや。結構。行かれる思った。行かれたらどうしよう。結構黒まで。ああ、もう。大阪うまいな。どうやったら大阪止めれんやろ。すると、当時の監督までもが。あれは絶対全日本入るな。あります、あれはもう。あれはすごかった。俺拍手してもらったの。いや、サインもらおうかな思ったけど、ペンがなかったんよ。鹿児島情勢を応援しよう。大迫選手との握手を自慢していた囲い監督、今でも当時の衝撃を鮮明に覚えていた。あれはもう半端なかったと思いますよね、はい、完璧後ろから追いかけるようなディフェンスしかできなくて、もうこんな選手出さないよっていうような感じで思いましたですけど、君は日本を背負う選手になるはずだから、今後の活躍期待するんで頑張ってねっていう話をして、一発でこうファンになるようなね雰囲気を持ってましたですね。高校時代のチームメートはピッチ外での大迫選手の半端ない一面を語ってくれた。カップラーメンとか絶対食ってるとこ見たことないし、炭酸は飲んだところは見たことないかもしれないです。悪影響起こしそうなやつは何もやらないし、結構自分たちも言われてました、ね、高校時代から高い意識でサッカーに打ち込んでいた大迫選手は、ついにワールドカップのヒノキ舞台で日本のエースストライカーに。本当に夢だったので最高ですし、まだまだグループリーグ2試合あるので、まあ、これからまた切り替えてやりたいなと思います。試合直後、すぐに次の試合を見据えた大迫選手、セネガル戦でも半端ない活躍を見せてくれ。